生き生き、茨城夢国体にて、陣内綾子は、日本の陸上競技選手。2007年世界陸上選手権日本代表。専門は800メートル。旧電工陸上部所属。佐賀県佐賀市出身。800メートル走は中学校時代から得意としていて、2001年、全日本中学校陸上競技選手権大会で、優勝。翌2002年に、 地元の進む学校佐賀県立佐賀西高等学校に進学すると、その年のよさこい高知国体少年女子ビニカテゴリーで優勝した。2004年、中国霊四総体の陸上競技で同種目を制し、注目を集めるようになった。佐賀聖光は地元でも名門中の名門であり、進む学校であったため、県外の大学からも誘いがあったが、環境の変化を避けるため、2005年、 あえて地元の佐賀大学文化教育学部に進学した。しかしこの年の世界陸上400メートル層、代表であった丹野浅見が、晴れの国岡山国体で、専門外の800メートル層にエントリーし、しかも優勝してしまった。陣内は、専門外の丹野に敗れて悔し泣きし、囲碁本腰を入れて、取り組むようになる。2006年、 日本学生陸上競技対抗選手権大会の自菊兵庫国体に相次いで出場し優勝。2007年大阪で行われた世界陸上日本代表として出場したが、この時は通算38位で一時予選敗退となった。2008年にはチャレンジ。大分国体で大会新記録をマークし優勝を果たしている。2009年佐賀大学を卒業後、 旧電工に入社。この時は本社陸上部がある福岡に転居。この年の世界陸上代表選考会を兼ねた日本選手権では800メートルで2年ぶりに優勝したが B 標準記録を突破することはできず世界選手権代表に入ることはできなかった。2012年6月に行われた第96回日本。 陸上競技選手権大会では1500メートル走に出場し4、16.242のタイムで優勝した。今大会は2012年ロンドンオリンピックの代表選手選考も兼ねていたが1500メートル走の五輪参加標準記録 A には届かなかった。ありがとうございます。